こんにちは、ゆうみです。ちょっと遅くなってしまって申し訳ないんですが、7月の12星座別のリーディングをまたやっていきたいと思います。今回のカードはこちらを使っていきます。これはマーメイドとドルフィンのオラクルカードで、あんまりピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですが、初心者向けのカードになります。なので前回使ったエンジェルのカードと似たような性質にはなるんですけど、マーメイドとかドルフィンがもともと遊びとか、その人生を楽しむとかね、その楽しむっていうことがすごい得意な種族なので、このカードも結構柔らかいエネルギーで楽しい感じのメッセージがたくさん降りてきます。でカードも分かりやすくね、シンプルなメッセージがすごく多いんですけど、結構日常に根ざした感じの分かりやすいメッセージが降りてきやすいカードになっています。気難しく考えなくても使えるカードなので、これにもぜひ馴染んでいただけるように今日はこちらで見ていきたいと思います。でまた1本ずつ動画を分けますので、必要なところだけ見ていただいてもいいし、どんなカードがねあるのか気になる方は12星座別で、まあ、だらだらちょっと長くなると思うんですけど、見ていただけると中身どんなカードが入ってるのか、ご覧いただけると思いますので、まあ、楽しんで使ってください。それでは始めていきましょう。はい、それでは2018年7月太陽星座乙女座さんたちへ向けたメッセージを下ろしていきます。さんたちに関してはこういった感じのカードが出てきています。自分をね責めるのはやめましょうっていう感じのメッセージなんですよね。あとはいい流れが来てるから、そのヘルプなりガイドたちからのプレゼントなりをねしっかり受け取ってくださいっていう感じです。なかなか物事をちょっと難しく考えすぎてるのか、うまくいかないことがね立て続いちゃって、まあ、疑心暗鬼になってるとか、人生楽しくないっていう出来事が続いてるのかなっていうような印象なんですけど、あとここはねインナーチャイルドっていう可能性もあります。インナーチャイルドのヒーリングが必要だったり、自分自身が過去やってしまったことに対しての懺悔とかね、そういうのがあったら今月の早いうちにみそぎして、もう次のステップが始まっていますから、それをねしっかりと受け取るために、自分自身に対する責める気持ちとか、そのごめんなさいっていう気持ちは、まあ、早急にねクリアにしておきましょうっていう感じです。無意識の状態にもそれってあると思うので、もしできる方は瞑想なりしながらね、潜在意識からほおぽのぽのとかもあるので、潜在意識レベルからクリアリング、ヒーリング、自分自身を呵責しないっていうところをアファメーションとかもね入れながらやっていただけるといいと思います。全体のね流れ的にはかなりいいっていう感じです。ここから特に今月多分あんまり難しく考えなくても、その足かせになってる部分がね今結構あるっていう感じなので、それがスパッと外れてしまえば、なんかこれまでのことが嘘のようにって言ったらあれですけど、人も変わってくるし、起きる奇跡も変わってくるし、もっとなんか自分のために時間を使うなり、自分の幸せのためにエネルギーを使うなり、お金とか意識をね使うとか、そういう風に心がけた方がいいかもしれないです。
今月特にね、身近な奇跡がいろいろあると思うので、まあ、シンクロニシティとかねいうこともあるけど、身近な奇跡が結構起きてくると思うので、そういう時はねガイドとか妖精たちがサポートしてくれていて、そういう奇跡を起こしてくれてるの で、それも彼らからしたら、そのあなたたちをね喜ばせるために持ってきてくれてるギフトなので、まあ、ありがたく受け取って、時々ちょっと的外れなギフトが来る時もあるんですけど、まあ、そういうのも笑って流しながら、まあ、訪れるギフトとか彼らからのね贈り物だったり声だったりを楽しんでいけるといいと思います。なかなか人生を楽しむとか、今この瞬間を楽しむとか、そういうことがあんまり足りてないから、そっちでね遊ぶことによってエネルギーを活性化して、もっと自分自身を大切にしてあげましょうっていうような感じです。かなり流れが来てるから、それをとどめないっていうことが今月は大事かなっていうメッセージです。はい、いかがだったでしょうか。いろんなねカードがあって、メッセージもシンプルで分かりやすいし、本当に友達みたいなエネルギーを持ってるカードなので、まあ、ちょっとね困った時とか、なんか悩みがねある時とか、まあ、友達に相談するぐらいの感じで使っていただけるといいカードだと思います。まあ本当はちょっとハワイに行っててですね、本当はハワイのいいロケーションのところで撮って、皆さんにねそのハワイの景色とともにリーディングをお届けしたいなと思ってたんですけど、ちょっとハワイでバタバタしてしまって、日程がね取れなくて、またこの家の部屋からのロケーションになってしまって、まあ、それもちょっと残念だなというので、次回の反省点ではあります。で、8月の分はなるべく今月中に出せるか、8月1日には間に合うようにしますので、またぜひねこの動画が面白かった、役に立った、次も見たいって思っていただけた方は高評価チャンネル登録をぜひお願いします。だんだんねカードをどうやって使うのかっていうのも見てると分かってくると思うので、そのなんとなく馴染んできた頃にもう一回カードの使い方とか、カードをリーディングする前の瞑想とかエネルギーの調整の仕方とか、そういうのも後々やっていきたいと思いますので、まあ、気長にお付き合いください。そして旅の様子、まあ、ハワイに実際10日間ぐらい行ってたのかな、まあ、ちょっと帰ってきたばっかりなんですけど、動画もねちょこちょこ上げていきたいと思うんですけど、旅の様子のメインはブログとインスタグラムにアップしてますので、もし旅行の様子興味があるなっていう方はそちらもぜひチェックしていただけるといいと思います。それではまた次、まあどんな動画になるかわからないですけど、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。